はい、おじでーす。さあ、ちょっとね、短い動画なんだけれども、この動画、いや、後になったらおーっていう動画になってると思います。おじいはね、自信を持ってこれね、予言したいと思います。井岡ね、残念ながらタッパレス戦敗北します。これね、もう 99.9% ね、もうそんな雰囲気です、ね、これなんでかっていうと、もうこれね、おじいの予言本当当たるから。これね、これね、まあ井上尚弥が1ミリのズレもなく仕上げた腹筋、決戦2週間前の肉体に反響、同じ人種とは思えない、ね、もうこういう記事でちやほやしている、ね、でまあファンっていうのはその、まあ、応援もするし、おーって、これ当たり前だよね、当たり前のこと、まあ、愛国精神もあるだろうし、これ当たり前のことなんだよ、ね、でね、まあ、ちょっとあの内容も見ていきましょう。26日にタパレスと4団体統一戦ということで、ボクシングの WBC&WBO 世界スーパーバンタム級第2団体統一王者、ね、井上尚弥は12月26日東京有明アリーナで WBA&IBF 世界同級2団体統一王者マーロン・タパレス、ね、これフィリピンだね、4団体統一戦を行う。決戦まで2週間となり、井上は自身の X を更新し、最新の調整具合を報告、ね、もうそんなことをしてる余裕あるんだよね。バリバリの腹筋が浮かび上がる肉体を披露し、ファンから完璧に仕上がってる、かっこよすぎて自分と同じ人種とは思えない、だからこれぼれするようなコメントが集まってる。もうこれがダメだね、井上尚弥を負けに導いてしまっている。ダメだよこれだとね。でこのね、ムキムキマンのね、タタ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 ってね、あのエンジェル体操で優勝するわけじゃないんだからね。で相手も素人ではないね、相手もやっぱり鍛えてる。で全体的な見方から言うと、井上の方が、まあ、圧倒的にね、上じゃないか、強いじゃないかっていうね、そこのところがね、ダメなんだよこれね、本当一発あるんだよ。だってこういった格闘技ってどんだけ鍛えてどんだけ仕上げるって関係ないんだよ。本当にその相手との駆け引きと、そのよ、まあ、ある意味読みが当たるとか、相手の癖を掴んでね、そこをいかに攻略できるかなわけで、だ本当にどんなに破壊力があっても当たらなかったら全く意味がないんだよ。だからそこでスタミナ勝負になってきたりとかね、いろんな駆け引きがある。だから本当ね、どっちが、どれだけ仕上げてきたかとか、そこら辺関係ないんだよ実は。でまあ、より際立って見えた、ジムの一角で左腕でガッツポーズを取った井上、室内の明かりだけとあって筋肉の、これ何、うるうがはっきり見えて取れる。浮かび上がった腹筋はバキバキ、上腕や大胸筋あたりにも無駄な肉は見られない。帽子をかぶっているために表情は分かりにくいがね、精進さが増している、うん、まあオリンピック選手なんかもそうだけどね、4年間ね、4年間もう、こういった1ヶ月2ヶ月3ヶ月の話じゃなくて、4年間4年後に向けてね、ずっとやってきたものが本番で、あっていうこともあるよね。まあスケートにしても何にしてもコロンって言っちゃって、ああとかね、ほんの一瞬のこと、フィギュアスケートにしても何にしても、ね、そういう世界、格闘なんて本当一瞬の世界だからね、これね。井上は自身の X で写真を公開、決戦まで残り2週間、今日もやりきった、1ミリのゼロはなくと綴り、王冠の絵文字を4つ並べた。これにはファンから、ね、驚きと期待の声であふれた、ね、
日本の誇りです。招待に示してます。かっこよすぎる。完璧に仕上がってる。勝ちしか見えてないっす。筋肉の力やばいっす。1ミリのずれなく頑張ってることがすごいです。さらに S バンタムに、完全にアジャストしてる体になってる。だんだん体がパッキョッカしてきた。かっこよすぎて自分と同じ人は思えない。少しずつでも確実にでかくなってる。期待しかない、ね、これはもう期待するのは当然の話です、ね。稲垣岡では男子では世界2人目となる2階級での4団体統一の偉業がかかる一戦。 NTT ドコモの映像配信プラネットフォームね、レミノで独占無料生配信される、知らないこんなの、そんなプラットフォームあるの、成績は30歳の稲垣が25勝 22KO、 31歳になったバレスが37勝 19KO ね、3敗ということで、まあ普通の数値から言うとね、こっちの方が多いのかなとは思うけれども、ね、でも圧倒的に内容を見ると有利なのはこっちでしょ。ところが一瞬で決まるんだよ。で本当ね、この1年間ね、あっと思うようなことがいっぱいあったでしょ。そうなんだよ。オッズで言ったらね、300倍が入ってしまう、ね、そんなこともある、ね、ちょうど1年前のことを思い出してみよう。1年前だよね、2年前か、ね、どれぐらい前になる、ね、こんなことあったのをみんな覚えてる？知ってる？ね、こんなことあったの知ってる？こんなことがあってこんなことになったの知ってる？誰がこれを予想していた？ねえ、ねえ、そしてこんなこともあった、ね、まだちょっと前の出来事だね、うん、はい、朝倉未来がね77秒 KO 負け。これはどうして起きた、ね、まあ、そんなわけでね、こういったものってそのもうトレーニングとか体作りとかバキバキとかね、もう全く関係ないんだよ本当に。でチヤホヤチヤホヤするで、そういったものが見えてしまう、心の中に絶対にあるんだよ。だ周りはもうちょっと厳しくっていうか、本当に聞かれて、本人のやる気っていうのはね、それはもう一定を保ってると思うんだけど、集中力にしてもね、でも周りの影響っていうのはやっぱり絶対にあるんだよ、ね、でそういったものがかなり出ると思うよ一発。これね本当にね、いろんなことが大どんでん返しのことがね起きる。そんなわけで残念ながらね、タッパレス戦にはね、おじいには敗北しか見えてこないんだよ。ものすごくもうバキバキに仕上げて完璧に来て臨んで、もう自信は満々、まあお互い自信満々、当たり前だよねこれってね。で自信満々だけども、気持ちがいろんなプレッシャーもあると思うけども、気持ちが前に行きすぎて一歩出すぎてうっかりやられてしまう、ね、そういう風にしかね見えないんだよな、おじいの予想としては、ね、なのでここのところでね、まあ頑張れば頑張るほど、ね、周りがチヤホヤすればするほど、ね、みたいなことが起きるんで、大胆転返しが起こるんで、ね、それが早く77秒で KO するとかね、そういうみっともないことは起きないとは思うけれども、一発二発ね、例えばマイナスになったものを取り返すことができるかなどうかなっていうね、まあそういうところで、ね、相手をね倒すことはできるのかな、どうなのかな、なんとなく体力的に
言うと、もうめちゃめちゃ有利だとは思うんだけれどもね。でもそういうもんじゃないよね。相手は素人ではない、ね、でどっちが有利とか不利とか上とか下とかそういったものもない。その取れたものがね、もう一瞬をつけて取れたものがね、要は結局制する、こういう世界なんで、このバキバキしてるのは当たり前なんだけど、あの前回のね、あの朝倉未来の時のヤーマンのね、あれ終わった時のあれがすごかったんだよね。あの朝倉未来のこう癖があるね、で相手の特徴を捉えて研究してやってくるっていうのはどんなスポーツでも珍しいことではない。これ当たり前のことなんだけど、当たり前のことなんだよ、本当に当たり前のことなんだけど、そこに対しての防御が全くなっていないか、あの舐めてるからね。そういった要は裏の裏をね、こう来たらこうとか、そこのところ全く何もなかった。朝倉めぐりの件とかね、まああとは柴田の件はね、負けてから八百長のこと言っても男らしくないしよと、ね、まあでもあれはね、試合の内容を見てると、あの結局八百長で片付けちゃうんだけど、そうじゃないよ。あそこの A みたいな、あのあそこのやられるまでの間に何度も離れてるし、何度も来てるから、そこの時多いって感じになってきて、違うよなと思ったら、そこで行けるはずじゃん、わかるじゃん。あんなにあって、あれやられたんだよ本当に。あれはね、本当あの隙がなく、あの最初のなんかコンボとかでやられちゃったんだったら、おいこれ違うじゃないかと思うかもしれないけど、あのやれるまでの間にあんだけあったわけだから、あれはね見苦しいわけだなと思うんだよ正直ね。まあそういうことから、あのどんなに差があってもやっぱりそこの相手を攻略してね、隙をついてやっぱり一発 KO を狙うこともできるし、相手も同じようにやってくる。だからこっちはお祭り騒ぎになってるね、日本人って平和ばくしてるからね。でもあっちはこっちが考えてる以上に要は攻略を考えてきている、ね、だからそこのところでパワーで来るのか、それとも技で来るのか、ね、だから今の盛り上がり方をここね数週間ずっと見てきたんだよ。おじいもいろんな記事とかあの動画とか見てきて、そうするとあーなんかこれは本当にやばい流れになるなって感じで、ね、あで 99.9% ね勝ちよねっていうこの今の雰囲気がね、これ真逆になると思うんだよ、ね、おそらくねおじいのこの予言がね、この26過ぎてから本当だ、おじいの言った通りだったんですよね多分ね。あの後になってからこの動画が神動画になってると思うよ。もう勝敗は決まってるこの段階でね、うん、だって事前の前のタパレスの件とかそういったものが記事になってるもないけども、現段階の様子を出してないんだもん、ね、いろんな記事がね。ただ相手に対する要は牽制したいとかね、そういうのには多少なるかもしれないけども、いやーこれはね負けパターンだと思うよ、ね、うんね、まあ、心の中ではね頑張っていけるかなっていう期待があるかもしれないけど、今回みんなね期待が強すぎるんで、その期待が大きいほどやられた時にポカーンってなるよ、あれって感じであれって感じで、ね、一体どうしたんだ格闘技界はね。そんなことはないと思うね。またこういうそういった結果にならないと年末らしくないというか面白くないでしょ逆にね、うん、なんだかんだ言ってあの柴田の件面白かったし、みんなの記憶に残るようになったしね、面白かったでしょね。あくまでも
こういったものってあのエンターテインメントだからね、本当。はい、そんなわけでね、我々と思います。おじいの予感としては負けると思います。これを見てる皆さん、どちらだと思いますか、ね、またご意見もお待ちしております。じゃあね、バイバイ。